どうも皆さんこんばんは。ということで8月8日でございます。まあなんといっても仙台の七夕祭りの最終日ですか。まあこのオンエアの頃にはね、もう終わってるのかなっていうところではありますけれども、やっぱこう1年間で一番盛り上がる時期ではありますからね。本当にやっぱ仙台人としては本当に嬉しい限りでございますけれども、まあちょっとね観光疲れもあるかとは思いますけれども、ラジオ耳傾けていただければと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは景気づけに参りましょう。こんな吹き流しは嫌だ。有刺鉄線でできてるからみんな血だらけ。TRIZEの会議室スタートです。さあ今週も始まりました TRIZEの会議室でございます。この番組は仙台で唯一のお笑い事務所 TRIZEのご多幸とご発展を記念すべく、事務所の一室からひっそりとお届けするバラエティ番組となっております。お相手は自称 TRIZE 構成作家関亮太と、アシスタントはいつものこいつ、前坂チャンネルです。よろしくお願いします。七夕ですよ。七夕ですね。あなた仙台来て初めての。そうですね、初めての七夕でしたけども、今日に関しては、ひょっとしたらですよ、はい、県外の方も、仙台にまだたくさんいらっしゃると思うんで、確かにひょっとしたら聞いてくれてるかもしれない。ラジオ3をラジオ3を聞いてくれるかもしれない。聞いてくれてる、もうアピールのチャンスですよこれは。どうも、県外の方、前坂チャンネルですよ。だから前坂チャンネルっていう人がいるんだって、それが大事ですか、そっから始まる。何かのタイミングでは聞いたことあるってなれば、確かにそうですよね、勝ちですから。七夕は見に行きました。いや、なんかこうそうですね、あるなっていう、その吹き流しがありますから、それは見ますよね。それは見ざるを得ない。見ざるを避けられない。むしろ言うなれば見ずには取れないですからね、そうなのこうなりますよ。まあ本当にね、県外の方もたくさんいらっしゃるかとは思いますけれどもね、ぜひ仙台のこと好きになっていただいて、TRIZEのことももっと知っていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。そんなね、やっぱこう大事な回ですから。そうですね、やっぱこの人しか任せられないんじゃないかということで、今週お呼びしております。自己紹介どうぞ。こんばんは、天竜健一郎です。これからだです。これからだです。やっぱあれですかね、辛かったですね。ここに来るまで、事務所に来るまで地下鉄の中で散々練習してきたのに、あんまり良くなかったな。そうですね。なんか一人でやってるともっと上手くできるんですけどね、不思議ですよね。まずその何よりもね、何よりもこれからだーさんね、はい、乳首がビンビンなんですよ。何よりも乳首ビンビン。どうしたんですかその乳首。どうしたんですかその乳首、間違えたんですか。間違えてないです、間違えてない。常にこれですね。え、常にですよ。今日はなんか半袖の T シャツ1枚で、まあ、ラフな感じで、それは構わないですよ、夏だし、全然いいんですけど、でも立たせすぎなんじゃないかな。立たせてしまうのはどうかな。立たせてしまうっていうか、皆さんは立ってないですか。逆にスタンドアップしてないんですか、乳首は。いや、してないよね。いや、普通の状態の時は普通ですよ。それは柔らかいっていうか、普通って立ってるんじゃないんですか。いや、分かる分かる。なんすかその、うまい寿司屋のシャリみたいな。普通が立ってる、これが立ってるっていう。それがもう、いや、もう全然すごい。全然って、どうなって、じゃあ乳首は今穴開いてるんですか。いや、どうなってるんですか。だから、なんつったらいいんだろう。なんだろう、その、硬くなる部分が、硬い部分があるじゃないですか。硬い部分がありますね、硬い部分が。中心のね、はい、それが単純に柔らかいです。単純に柔らかい、はい、立ってないんですから。立ってない、はい、まあ、え、もうちょっと触らせてもらっていいですか。いや、なんかそれはちょっとなんだろう、この抵抗感。乳首ぐらいいいじゃないですか。いいんですけどね。あ、いいんですか。いいけど、なんかものすごい、なんだろう、この感じ。抵抗が不潔か、不潔え、待って、その、じゃあ、はい、じゃあ別にこれからの間は乳首が立ってるわけじゃないんだよ。立ってるわけじゃないですよ。立ってるわけじゃないですよ。別にもうスタンダードだ、ね、スタンダードですよ、本当に。スタンダードがスタンダード。立ったスタンダード。じゃあ乳首立ったらどうなるんですか。乳首立ったらどうなるんですかね。乳首立ったら立つも何もないんだ。ないです、もう立つも何もない。そうなん、伸びたまりに立たされてます。なんで珍しいですよ。珍しい乳首ですね。珍しい乳首なんですか、はい。今覆面取っても大丈夫ですよね、見たら。乳首だけ見てるから。乳首だけ見てるから。何なんですかね、僕も気づいたら言われるようになってて、それが気になっちゃって。大喜利でなんかボケてるけど、こいつ違ってるじゃん。説得力よね。何もね、乳首立ってたらダメなんですよ。何もかもダメですよ。じゃあ俺がもしもプロポーズしてるとかして、結婚してくださいって言っても、
乳首立ってるし断られちゃうんすか、乳首のせいで。親も気に入ってるし、親も気に入ってる、経済力もあるし、何の文句もないと、はい、でも乳首立ってるから、ね、その一点だけでさようならって、乳首立ってる一点だけで断られちゃうんすか。だから乳首は立たして、どうしよう、じゃあ今度からじゃあ絆創膏隠しておかないと。厚着してください、それ厚そ、ね、結構厚手のこれ肌着ですよ、マジで。今日30分立ちっぱなしなんですか。立ちっぱなしなんで、それが普通ですよ、もう。やだな、いやいや、話入ってこないよ。入ってきますよ、だんだんなりますから大丈夫ですか、ね、もうそれが当然かのように。もしラジオの方だと分かんないかもしれないですけども、ぜひ後で映像で確認してる、すごいですから。すごいですか、はい、これ、あの乳首にこれからならついていきたかったこっちに、こっちが本体なんですか。ほぼ乳首ですけど、ほぼ乳首です。その30分をねお届けできればと。どんな30分、県外からも聞いてるかもしれない。やっぱ乳首はでも世界勉強するんでね。確かにどこ行ってもね、どこ行ってもウィアザワールドです。ウィアザワールドもう乳首ない人の方が少ないですね、やっぱりね。そうですね、はい、あの頑張っていきますんで、はい、もう頑張るしかないですから、ね、頑張るしかないですから、はい、乳首見ましょう。あのメール待っておりますね、はい、すいません、本当に762@radiojp 762@radio 数字の 3.jp 全て小文字、たくさんのメールお待ちしております。ティエンズの会議室10時28分までよろしくお伝えください。さあ、お届けしたティエンズの会議室、お相手は関本とアシスタントが前沢チャンネルです。そしてこれからやんです。いや、もういいですわ、名前とかも。いや、名前とかもう、いや、名前言わなきゃ始まんないでしょ。あの、いいんですよ、座って一回乳首。いや、乳首一回座らせるから。まあ、座んなよ、まあ、座んなよ。もう、なんですから。これが平常なんでね。堅苦しい感じで。堅苦しい感じ。本当にラフに行こう。ラフに行きますか。そう、フォーマルな乳首やってますけど。フォーマル、それはフォーマルな乳首。正しい、正しい。これがちゃんとした乳首ですから。何なんですかね、私久々に来たと思ったら。何やらかして、何やらかしてくれてるんですか、本当に。で、ちょっとじゃあ、はい、乳首をこう立たせない努力してみますよ、今ちょっと。じゃあ、番組終わるまでなんとか。なんとか。そうですね。ちょっととか、もうちょっと下の話になると、はい、おにんにんが、ぐんぐんなるときって、はい、皆さんどうして対処してるんですか。あ、でもやっぱこう、まず気持ちをやっぱりこう気持ちを沈める、平常心にするというか、一回こう、ね、落ち着こうっていう、落ち着こう、ちゃんとしたこと考えようっていう、ちゃんとしたこと考えよう。何考えてるんですか。ポメラニアンとかですか。ポメラニアンとか、ポメラニアンでも逆に微妙な人だけど、ああ、かわいい、かわいい、場合によって、場合によって、ね、だからなんかこう、そうですね、なんですかね、ダンボールの畳み方とか、ああ、ダンボールの畳み方、ダンボールの畳み方、ワンボールの畳み方、考えてください。僕なんかは、もうすっごいこう力入れるんですよ、そこに。はい、逆にね、逆に力入れると、そしたらなんかよりなんかよりエレクトスな気がする。何ですか、ここふわって力が抜けていくんですよ、逆にね。逆に、なるほど、一回ガッと入れることで、なるほどなるほどなるほど、一回こう筋トレと同じですよね。一回乳首にパンプアップさせてから、乳首に力を集中させる。これをどう伝えればいいの、僕は。実況の仕様。違うんですよ、だからもう七夕ですから。はい、あ、そうです、七夕ですよ。七夕なんですよ。で、やっぱこれからライダーはね、はい、あの、まあ、仙台の、はい、まあ、宮城のこれからを、はい、見守る、見守る、はい、リーダーってヒーローなんです。リーダーって結構でかく出ましたね、本当に。リーダー、市長とか。ヒーローよりもすごい力がありそうな。なので、はい、やっぱりその辺を聞きたいわけですよ、七夕を経て、はい、どうかなと。そうですね、ね、どうですか、七夕って。まああれですよね、その宮城でやっぱり一番ね、まあ、盛り上がる、まあ、そうですよ、あのお祭りなんでね、はい、皆さん本当楽しんでいただければなって思うんですけども、はい、いやだから楽しんで楽しんで、これを機に、これを機にね、令和にもなったし、令和にもなったし、やっぱりね、吹き流しを自分で作るとかどうでしょう。もうやってるでしょ、それは。吹き流しで言うと、はい、吹き流しで言うと、僕あの前々から言ってるんですけど、はい、あの地下鉄東西線を、はい、あのこういろいろ検査することとかしてるんですよね、普段お仕事で。あ、はいはいはい、で東西線の、はい、そのシート、座るシートって、はい、その吹き流しのイメージしたこう模様になってるんですよ。そうなんだ。だから今度もしも東西線に乗るときはそれを意識してちょっとね、うん、あ、こっちは右流しになってて、うん、あ、こっちは左流しになってるんだみたいなね、うん、ちょっと見ながら座っていただけたら、うん、またね、地下鉄東大線のこと好きになってもらえるかなと思いますんで、ね、完全にそれはもう営業にしてんじゃないですか。地下鉄東大線に乗っていただいてね、宮城のことをやって、あ、宮城全般で言うと、ね、宮城最近どうです、
宮城線、いいですよ。いいんですか。どの辺が、楽天がね、また復調してきたんでね、一回後半戦入ったらズブズブっていったんですけど、うん、またちょっとずつね、こう調子戻してきたんで、このままクライマックスシリーズまでは食い込めたらなって思いますね、うんうん、あとそれと、いろいろ、まあ、あれですかね、食べ物のことですかね、はい、だと、サンマもね、オールシーズンでしたっけ、解禁になって、はい、で今どうしようかっていろいろ国際問題になってますけども、はい、サンマもね、はい、宮城でも美味しいんでね、うん、秋じゃなくても食えるっていう、うん、ありがたいこと、あともう一つはもう一つ食べ物で言うとクジラもね、はい、営業捕鯨でしたっけ、はい、今開始してるんで、すいません、私無知なもので、今までは調査捕鯨っていう、はい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 、調査でしかクジラ捕まえてこなくて、はい、で調査で解体してから、うん、じゃあ、うん、余ったところは食べましょうみたいな、そうですね、もうそれがもう食べるために捕まえようっていうことになって、はい、今クジラ捕まえるようになったんで、うん、ぜひねクジラの肉も楽しんでいただければなと思います。いいじゃないですか、ちゃんと分かってんじゃん、はいはい、食うことだね。いや、すみません、そういうのやっぱどんなアピールしないと、はい、ただどうしても乳首がね乳首さっきより立ってますよ。さっきより立ってるおかしい。サンマの話だってビンビンもうフラレンサーさんの話でしたら興しますよ、そうか、いい話は聞けたんですけど、いい話は聞けたんですけど、乳首が立ってる、乳首が立っちゃってるから立っちゃってますよ、これ乳首立ってると何も入らないんですか、ね、ヒーロー乳首立っちゃダメじゃないですか。いやヒーローは常に臨戦態勢で、ね、常に立っていないと、気持ちは常に僕も立ってますよ、これ。ああ、そうなんですか。たまたま乳首もそれに合わせて立っちゃってるだけで常にもうファイティングポーズですから、これは。ああ、そうなんですね、やっぱそうです、やっぱこうやるぞっていう、やるぞって気持ちが出てるってことなんですかね。そうですね、やるぞ来いよっていう、そういうね、気持ちが出ちゃってるのかもしれないですね、もしかしたら、ね、乳首にビーチ君にね、やる気がね本当はもっと僕自身にも、はい、やる気とかパワーとかエネルギーとか溢れてほしいんですけど、乳首に乳首にいってる分があって、ね、栄養がねちょっとやる気は、それはしゃあないっすね、はい、そうなんですよね、ちょっと確かにやる気の乳首にいっちゃってるね。そうかそうか、で吸えばいいんだよ、自分で吸えば巨乳物の AV だよ自分で吸うってこうやっておいな、これからいだよ、間違って言いましたね、間違ってあれヒーローなんでしょ。あ、そうですそうです、ヒーロー下ネタ食べないし、ヒーローダメですよ、ダメでしょ、それ教えてくださいよ、ちょっと。じゃあこれからの宮城、まあこれから夏も、はい、まあ終わりになって秋ですよ、そうです、秋になりますね、秋冬になってきますけども、はい、まあもう下半期ですから、下半期2019年ここからどうしようというところですよ、やっぱあなた、はい、こっからは、はい、だから単純にやっぱりまあ、サンマを食ってながら、サンマの話分かるわ、サンマうまい時期で食いながら、うん、まあ、クライマックスシリーズをね、うん、応援して楽天応援できればな、うん、ですかね、おじさん素人な素人でしょ、完全にわーってしますよ、県外から来た人の挨拶ですよ、ね、いや宮城はね、やっぱサンマがねってなんて楽天も頑張ってますからって、そうですね、地元の人の挨拶ではない、あ、じゃあ食べ物最近あったのが、はい、ずんだシェイクってあったじゃないですか、ありますね、うん、あれについにタピオカがぶち込まれる、流行りの宮城そういうの偉いぞって僕思ってますけどね、あ、なるほどね、そういうやっぱそういうね、流行りもね、ちゃんと乗っかっていくっていうのが大事ですね、なるほどね、もういろいろでも一人になった時に、宮城名物考えなきゃなとかって、はい、全然誰もなんか当てがあるわけじゃないのに、うん、すごい考えてるんですよ、例えば麻婆焼きそばってあったじゃないですか、はいはいはい、麻婆焼きそばでもそこまで跳ねなかったかなっていう感覚があるんですよ ね、うん、でもやっぱ流行ってほしい、なんか流行らせたいって思う時に、うん、麺類って結構強いなって、確かに、で、うん、よく麺類でもう、うん、うどんが強い県って、うん、観光都市になりやすいのかなっていうイメージで、確かにうどんが強いって、はい、あんまないですからね、あんまないですね、ラーメンとかまだ出してるけど、はい、うどんって意外とね、香川とか、まあ、でですね、なんか最近だと福岡がうどんすごく、ラーメンじゃなくて、うん、うどん食いなよみたいな文化になってきてるみたいなんで、うんうん、仙台でも、うん、じゃあうどんだと、なるほど、でただうどん出してもしょうがないんで、そうですね、どっかに仙台要素を入れなきゃいけない、確かに、で考えたのが担々うどんっていうのを作ろうと、
あ、なるほど。で、担々の甜麺醤使って、はい、甜麺醤っていう材料を使って、はい、担々を作るんですけど、はい、その甜麺醤の中に味噌が使われるんですよ。それを仙台味噌にしたら、はい、これ仙台担々味噌うどんって仙台担々、仙台担々うどんって出せるんじゃないかなって、はいはい、やべえ、つうか俺今俺想像したの違かった。え、違ったんですか。担々って言うからさ、はい、絶対牛タンを使う。だからひき肉の中に、うん、ひき肉の代わりに、いや絶対そうでしょ。そうですね。それだ。絶対そうでしょ。すごい繋がっちゃいましたよ。だからチクリ立ってるからダメなんだよ。チクリね。だから考えがこっちにちょっと思考能力もいっちゃってるんで及ばないんですよ。だからチクリ聞けばよかった。今何チクリ、左チクリって忘れてましたね。中山筋肉ね。大曲のことがやってることがね。同じ。でもそういう名物考えましょう。考えて、このラジオから発信して。そうですね。ね、いいですよ、それは。社長料理上手なんでね、ちょっと。確かに。やってください。わかりました。いいですね。で配りましょうよ、なんかね、どっかに。そうだよね、流行らせてお笑いからね、名物、これはいいですよね、全然いいと思うんで、はい、そういう野望があります。わかりました。意外と考えてる。考えてます。考えてるね、よかったよかった。考えてますよ。わかりました。じゃあちょっと、また立ったままで申し訳ないですけど、あの曲を一曲流したいんで、曲紹介もよろしいでしょうか。はい、はい、ド発展でビールオアダイです。俺のやりたいこと。ということで、こちらのコーナーは、毎回遊びに来ていた芸人にこんなコーナーをやってみたいというのをプレゼンしてもらいながらね、実際どんどんやってみようじゃないかということなんですけども、考えてきていただけたでしょうか。はい。よろしいですか。わ、はい、かりました。これからライダーがやりたいコーナーはこちら。みんなで骨格モノマネ。骨格モノマネ。はい、はい、やっぱりモノマネって、うん、骨格から入っ、骨格が似てる人の方が似るんじゃないかなっていうので、まあ、声とかね、声とか出し方とかがね、うん、似てくるんで、うん、顔をまず作ってから声を出すっていうのをやりたいなって、はい、なるほど。で、うん、普段、うん、僕風呂の中で、はい、お風呂の中で練習してるんですよ、劇が、はい、結構モノマネ、これ似てるんじゃないか、これ似てるんじゃないかってやってるんで、うんうんうん、それを、うん、ただ自分一人でやってるんで、うん、似てるかどうかも分かんないし、あ、そうかそうか、そうか。そうですよね。で俺よりももしかしたら近づける人がいるんじゃないか、その顔真似をしながらね、やったら、はいはいはい、っていうところで、うん、みんなでやって誰が近いかみたいな、新しい世界が広がるかもしれない、はい、例えばどんなになってるんですか。例えばだと、はい、あの美空ひばりさんですね、あの王道、王道の方に行くんですけど、下唇をこう、はい、めくるっていうか、わかるあの異様みたいな顔するんですよ、はいはい、で噛むみたいな顔になるじゃないですか、うんうんうん、その時に 鼻声で、うん、歌うと近くなるんじゃないかなって、近いように聞こえてます、風呂の中では。ちょっとやってみてください。うん、美空ひばりです。知らず知らず、あー、はい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 っていう感じで、はいはい、なるほど。ちょっと似てる感じがしますよね。わかる。僕よりもうまくできる人ももしかしているかもしれない。やってみます。ちょっと前坂君、唇と、うんうん、と鼻声。こういう子ですね、こういう子ですね。こうかな。そうですね。ここ逆にめくる感じですね。あ、それができない。逆に。そもそも、こういうこともあるんですよ。そうですね。うん、美空ひばりの骨格はできない。できない。ゲーム。ああ、そうか。できない芸人。できない芸人。これできるな。かなり近いです。鼻声で。変わらず俺の人。やっぱり、いやでも難しいな。維持できなくなるんですよね。できない。だからできてるよ。だからできてる方なんですかね、やっぱり。できてる方。ありがたいですね。他には何かありますか。他には、はい、玉置浩二さん。玉置浩二の骨格。玉置浩二さんは、はい、こう口をいいってやった後に。はい、あの真ん中から唇だけつけるようにしてるんですよ。分かんねえよ。ああはいはいはい、マスクしてるかよく分かんないんだよ。こういう口をして、はい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 、でなんか喉で歌うみたいな。おお、いいですか。いいですか。はい、あ、何歌いましょうね。やっぱワインレッドの頃ですよね。ワインレッドどういう歌でしたっけ。何知ってますね。田園とか。ああ、田園じゃ。生きているんだ。
あるこれもいけない。いや、まあ、ちょっとなんとなく、まあ、なんとなくニュアンス近くなるんじゃないかなっていう。じゃあ前田君いけたらいいんだ俺らしい。でも違うな、なんか違うっすね。でも違うな。違うっすか。結構骨格が多分合ってないんで。あー、俺こうでしょ。いや、チャック・ニコルソンみたいなこと。チャック・ニコルソンみたいなこと。で、あ、冷え性に燃えそうなバイレー。あ、でも近くなります。なるほど。やっぱこれいいぞ。そこを近づけていくと似るんですね。ちょっと最後もう一個。最後もう一個ねえの、もう桑田佳祐さんが、ああ、今度は、はい、さっき美空ひばりさんは全体的にこう亀の口をやったんですけど、はいはい、これを片方に寄せる。はい。で、あのモノマネ王座歌合戦の下の絵みたいな感じ。あ、そうそう。って思いっきりこう、はいはいはい、片方に寄せって感じで歌うと、はいはい、近いかなっていうところです。じゃあ私のエリーを。Every one of so sweet。これ違うな。ダメですね。ダメでしたね。ダメだったね。だからまだ多分うまくいってない。そうですね。僕がうまくいってないのかもしれないし。しで、みんながちょっとやチャレンジしてもらってもいいですか。じゃあ僕がいいですか。はい。笑っちゃおっちゃプーフー。あ、でも似合う。近いかもしれないです。ちょっとチャンネル。ダメっすね。結構前坂くんあれですね、顔の筋肉硬いですね。ダメだろうね。骨格向いてないできないですね、この手法は。手法は向いてないですね。だからまあひょっとしたらその桑田佳祐さんの骨格に慣れてないかもしれない、はい、ああ、そうですね。こうかなと思っても、まあ違うポイントが実はあってっていうでもこれでも、はい、突き詰めたら結構近いのかな。うん、で美空ひばりさんかなりその3分の2で近づけてるんで、確かに、皆さんがね、はい、もしかしてラジオの前のみんながやりだしたら、はい、こうめちゃめちゃ似てる人が出てくるかもしれない。確かに、うんうん、だからそうですね、あのイメージで、はい、なんかいや全然声似てないからできないって言うんじゃなくて、意外と実はできるかもしれないっていう。なるほど、これちょっとでもちゃんと研究したら、そうですね、今からやりだしたら、はい、年末の忘年会に間に合いますよ。間に合いますですよね。私このモノマネやります。骨格を自由に作れたら誰もう突発に誰のモノマネもできるって。できるっていう。お、すごい。だからやっぱりコロッケさんがうまいのって、あ、でも顔がすごい。確かに確かに。動きますからね。確かに。だからあなたの欠点はマスクをしてる。マスクをしてる。まず地球が立ってる。あおいちゃう。あおそう。何のモノマネしてももう地球立ってない。似てるけど地球立ってるしかってな。本物地球立っててねえの。言われちゃいますから、ね。そこは似てないっていう。そこ似てないから。地球似てないぞ。え、ミサイル立ってると思いますよ。絶対立ってます。ビンビンですよ。本物ですかね。不死鳥ですよ。ちょ、待って、もう、あ、やばい、怒られる。あ、リクソン。かなりこうリスペクトしますよ、僕は。ちょっと一つあのアイディアとしてあれだと思うんで、はい、これ研究してきたら研究してて面白いかもしれないですね。もうちょっと見つけていきたいと思います。わかりました。以上みんなでやろう骨格モノマネでした。おで最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ということでございますけどどうします。あの残り1分ぐらいあるんですけども、あらコーラいっちゃいますか。一番ちっちゃいんで1分でコーラ飲んだらね、ひょっとしたら見るかもしれないですけどね。乳首収まるかもしれない、うん、糖分がね。じゃあ、まあ、これ恒例なんで、やっぱこれ縁起物なんで、はい、はい、いただきます。はい、どうぞ。はい、一気にね。でそれ飲み終わった後で、あのやっぱこうご挨拶をねしていただければと思うんで、これから以外にね。はい、飲みました。じゃあぜひご挨拶を。今日は本当ありがとうどこだ。あ、どんどん下手なってます。下手になってますね。ですよね。汚っ。前もっと垂れましたよ。ブラーっていう気持ちいいゲップだったんですけどね。もう多分なんかもう、まあ、何回か言ってますけども、なんかもうパブロフの犬状態。あ、もうコーラでもうゲップが出るっていう出るモードになっちゃうんですね。あ、でも乳首収まってますよ、ちょっと。あ、マジか。はい。コーラは乳首を収めるという効果がある。実証されましたね。それで、はい、ぜひあの待ってます。サポートスポンサーでお願いします。こんなもんでよければ、はい、はい、
いや、ちょっとね、あの、はい、今日勉強になった感じでございましたけども、はい、はい、まあ、夏休みですからね、夏休み皆さんぜひ仙台を楽しんでいただいて、楽しんでいただいて、これから間はいつも応援します、応援してます皆さんの暑い夏にこれから間ありがとうございます、ありがとうございました。ピーライトの会議室、また来週聞いて、バイバーイ、バイバイ。ちょっともっと前ですか、骨格、骨格ですか、もう今この3つ、今この3つですね。あ、例えば何ですか、骨格に特徴ある、なんか骨格に特徴が、まあ、なんつったら、その顔をやっぱまず形を作るってことですよね。はい、うん、定番の定番の定番の定番でやりたいなって思ってたのは、あのやっぱり武田鉄矢さんとかできるようになったらいいなって思うんですけども、どう特徴的かなところがないんですね、骨格としては。顔にはそうか、はい、うん、結構でもモノマネする人を見てると、あの口をすぼめて上目に上げて、あのなんか言ったりするんですよね。確かに、あのそうですね、あの人とちょっとできない、人という字は、人という字は、人という、あ、だからそうだから、その、はい、なんつうんだろう、うん、この唇のとこで、はい、どもらせるように、はい、そうなんですよ、うん、そこの技術がないんで、そうか、だそういうことなんですか、モノマネって。多分だから、うん、こう口の形と喉からの声の出し方とかが、うんうん、相当あるんじゃないですかね。やっぱそういうことなんでしょうね。だってそうじゃないとできないですよね。そうですね。そういう、声なんてそんな変えられるわけないから、はい。そうか。一つ見つかったんじゃないですか。で多分めっちゃ怒られるけど、一つこれどうなんだろうって思ってるモノマネがあって。はい、あのミスチルの桜井さんとかの歌い方、はい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 、あれってなんか志村さんの、うん、あの志村さんの延長上にあるような気がして、どうというと、ああって言うのを着て、なんかヒーローになった日あとの日って、だからどんどんちょっと近づいて、延長上にあるんじゃないかなと思ってて、あ、坂井和俊って志村けんだった、志村けんだった、そうなんですよ、知らなかった、はい、やっぱ吸い方も早く、吸い方もめっちゃ早くあれ志村けんじゃねえ、志村けんだってなるんですよ、最悪体調不良だったんだ、もう志村さんが出てって、はい、あのなんかギターとか弾けばいい、これでもちょっと志村さんやってもらっていいですか、あ、あだすかい、はいはいはい、あだすなごろかい、志村けんさんというかもう変なおじさん、変なおじさんだよ、うん、で、ミスチルヒーローになりたいあのヒーロー、あー、理論は似てるかもしれない、はい、結局は、まあ、結構その近づけられる、近づいてるのかなと思いながら、はい、めっちゃ怒られるじゃないですか、絶対桜井さんのモノマネとか言ったら、いや、そんなことないじゃん、え、大丈夫、似てりゃ大丈夫似てりゃ大丈夫、似てりゃ大丈夫、なんかでもオーバー気味になるじゃないですか、やっぱり、まあまあまあ、でもモノマネってのはそういうもんじゃないですか、ああ、そうですね、過剰表現しなんぼみたいなのがあるんで、そうですね、なるほど、はい、そう、これでもだからモノマネがやっぱりできる人がいないので、そうですね、とりあえずは、はい、やっぱでもモノマネ欲しいじゃないですか、モノマネ欲しいですね、あ、だからそれを これから派生していけば結構レパートリーができそうな気がする、できそうな気がしますね、うん、これはいいですよ、そうですね、でも風呂で練習してたのがちょっと近くてよかったなと思いました、いや、まあ思ったよりはね思ったよりもっとなんかケチョンケチョンしたなと思ったけど意外といけてたから引っかかる部分が何点かあるから逆に困る、なんだこいつと思ってちゃんとやってると思ってやめてくれよと思って、ああそうなんだ、なんか逆にお二人が得意なモノマネとかってあるんですか、いや、モノマネはね、マジでできないんですよ、おお、いや、冗談抜きで振られても本当困るんだから、本当ですか、スピッツとかいけそうですけどねスピッツ、スピッツも特徴ないか、いや、骨格、顔でも近いような近くないかな、いやー、でも似てる芸、似てる人を探していけば、骨格で言ったらこれから間さん、あれでついてます、ね、ザキヤマさんに言ってますよね、はい、どうもザキヤマでーす、違うな、いや、うん、でも遠くはない、遠くはない、遠くはない、うん、なんで遠くないの、アボさんはなんで遠くない、なんで遠くない、できない中途半端な感じ、中途半端なんでこれでももうちょっと考えたらマジで、そうですね、一つ武器になるかもしれない、武器になるかもしれないですね、皆さんもぜひちょっと試しにやってみてください、骨格に手を探そう、骨格、ありがとうございます。